こんばんは。1月はですね、いつもあの犬のおまわりさん杯っていうのやってるんですけど、ストリートファイターカーニバルと、はい、あの被らないように2オンでやらせていただいてて、もともとはね、優勝したやつにペヤング食わせようっていう企画だったんですけど、まあ、誰かが警察にチン殺しやがって、なんか怒られて犬のおまわりさん杯に名前が変わったんですけど、まあそんなんで、ガロスベイランダムスの2大会始めたいと思いまーす。はい、どっちがどっちだ。はい、1P がどっちから。 1P がやる気はないと、 2P 側がアイパラ。アイパラ対やる気はないと、じゃあ始めろ。はい、ギースクローザー。さてさて、あの異物混入問題で市場からペヤングが消えた時代になぜか俺たち3箱ぐらいペヤング買ってて、あったんだよね、独自ルートを使ってね、独自ルートでね、なのにね、もうそんなシンコロしやがって思ったらいいじゃんペヤング食うぐらいとか思って、まあ、そんと怒れましたけどねはい、じゃあワンピーがやる気はないと、ツーピー側がアイパラ、イース対グラウザー、ボス対ボスターという感じですね。アイパラさん最近結構ね、あのミカドに行って遊んでくださってる感じですね。じゃあ新規勢と言っても過言ではない、ガロスペース。さあ飛び道具のチェイ、やる気がないとといえばミヤスノーキーですね。月刊少年ジャンプに、連載されていた。そこ結構広がっていくんですね。そうですね。なんでしょう。そこ広がってくるんだ。まあアニメじゃねえや、漫画なんですけどね。あれ単行本買うのが恥ずかしくてですね、なかなか本屋さんに買いに行くのは勇気がいりましたね、当時ね。飛び道具の試合です。でそういう話を基盤見るようにすると、俺はもうその時からペンクラ読んでるから自慢されてる。ああ、もうすぐそういうね、自慢ばっかしてるんですよ、あの人は本当に俺のが一枚上手だぜみたいな。もう自慢してるか落ち込んでるかどっちかですからねああ追い込んでいく、やる気はないと。あるよ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 。あれ逃げた、ラインだ。あるの、タイムアップ。一方選手やる気はないと。このクラウザの妙なこうロック的な感じのこのおーみたいな、このクラウザいいですね。さあ、いい取り込み高めて、もううまい。一瞬今酒攻撃で無敵の状態から食らうと。おうまい、対空うまい、空対空いいですね。さあ、ここは離れての下がっ力の試し合いって感じですかね。ですね、ブラウザーは実際下がっと力高いですよね。非常に高いですね。ガロスペにおける下がっと力が高いね、ブラウザー。若干このピースの使用権が苦手なイメージありますね。ああ、なるほど、はい、お互い烈風拳と下ブリッツで相殺しつつ、どっかで飛び込んだり尻尾に打ったりって、そんな感じのどこで裏切るかっていう、どこで裏切るか。そうですね、割と熱い組み合わせですよね、これは。2人ともやっぱりそのまあ安全な、あの場所でなるべくこう飛び道具を打って相手の出方を見るみたいな感じなんですね。もう時間がない、これはやるっきゃないとか、やるっきゃないよやるっきゃないとかあと2秒だよ。やばいやばいやばい、なんだよあるよ。アーナちゃんとちょっと追う手段がないですね、残念ながら。さあ1-1、結構やるっきゃないとか硬いですね。そうですね、結構手堅い感じの、手堅い感じ。これもうライドやる気ない、やる気ない、あはダメだ、マジマジだ。飛び道具ジャンプで受ける、くぐったけど特に何もなく離れる。そうだ、おうまい、大高回し蹴り、飛び道具と押し打ち、おうまい。ショーキックやるっきゃないとさん、ラインバンバン使ってますけど、いい勝負してますね。なるほど、やるっきゃない、お前出し果たして、レッグトマホーク、ほぼほぼゴブだぞ。あ、投げいいですね、今の当て投げもやるっきゃない、やるっきゃない、当て投げやるっきゃない、下げ下げ、うまいっすね。ガロスペはこれね、あれだね、距離によって対空が変わるから結構テクいね、クラウザー。そうですね、ダイブうまい、これはまさか、いや逃げるのか、やるっけないと、逃げ切った。じゃあ2人目誰だ、アツマさんですね。アツマさん、じゃあお願いします。アツマさんも割と最近始められた印象ですね、アクセル使いということで。アクセル使いは非常に貴重ですね。貴重ですね。でもマインさんとムツミ君がいるから情報はね、結構そうなんですよ、いい感じにもらえるんじゃないかと思いますけど、まああの2人がアクセルを発展させてるって感じですからね。そうだね、はい、もうこの間3人並んでアクセルが対戦してて大丈夫かな、このゲーセンターは。本当に一
2017年のガロスペですよ。じゃあ お願いします。この組み合わせどうなのガロボ。やっぱギースが有利だと思いますけど、結構やっぱあれなんですね、アクセルもやりようがあると思います。はい、これ割とですね、疾風拳が割ときついんですよ。余計辛い、非常に割と面倒くさいですね、その辺が。お、削り、いいですね。さあ、溶かして削る。あ、ここのステージはライドがないのか。やる気がないと不利ですね、これは。ここはボンハローが勝利と。はい、じゃあ向こう側の台空いたんでオペレーションお願いします。決めていいよ、自分のところと違うオシム天神それがし。バーカ。じゃあ違うオシムチームと天神それがしチーム奥で、奥でお願いします。ガロボーが俺は映りたいということだね。俺は毎週映るよ。誕生日なんでね、今日ぐらいはしょうがないです、ね、ありがとうございます。というわけでアッツンバーが今一歩選手、ライン移動がない、やる気がないと。どうする、アッツンバーさんも非常に手堅いかつこう結構大胆なところは大胆に攻めてくる。そうですね、いい感じです。最終的にアクセルってさ、飛ばないと結構ダメージソースなくねみたいな。そうですね、難しいところですね。どうしても足がのろいんでそうなっちゃうんですね。あ、うまい、投げていく。さあ画面端追い込んで飛び道具。まあそのただ飛び込むだけじゃこのゲームは落とされてしまうので、はい、その辺が難しいキャラだよね。アクセルはジャンプが低くて速いので比較的通りやすくはあるんですけ ど、はい、どにしてもまあちょっと難しいところありますね。なるほど。さあ超いい返す技が特になかった。さあやる気がないと体力リード、まくれるか。アツバこれはおっ、ぼかしてぼかして、まくってる。これ逃げたいですね。あっあっ、距離 D をスカルトまずい。ジャンプ、あっ戻り、うめえ、勝ったのアツバ。じゃあやる気がないとチーム大将チキン出てきてください。チキンはキャラ何なのかな、書いてなかった。キム、キムカッファン。さあ 1P 側チキン、キムカッファンで参戦。さあ大将戦にもつれ込む配信台となっております。これもまあ非常にアクセル辛い組み合わせにはなってますね。特にそうだよね、やっぱキムに対して有利つくキャラってなか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 ですね、いないですからね。ちょっと難しいところですけど、うん、さあ特にこのチキンがもともとゲームがうまいので。あ、うまい、あそれはまずい、それはピヨってしまった。ちょっとでも愛されボディなんで感想は難しいですね。なるほど、まだ生きてるだがラッジャックパンチ。ちょっと吹っ飛ばし体育今やったんですけど、クラインの吹っ飛ばしがなんかよくわかんない判定なんですよ。あ、このゲーム手前と奥で技の性能変わっちゃう部分があるんでね。あれいつもなら当たるのにが奥だと当たらないことがあったりしますね。奥のライドフジちょっと当てづらいですね。あれ、なるほど。さあ2ラウンド目チキン、あっという間に一本選手溶かして、消却、非常に足癖の悪いキム、どっち、あっあっ、投げに狙いに行ったように見えましたが、アクセル投げられ判定が後ろに引いてる感じでちょっと投げが入りづらいということがありましたね。さあキムの特有の動き、削っていくが避け攻撃で返していく、削り、さあ一旦逃げて追っかけて、あーなるほど、そういうことか、投げられないんだね。あーうまい、うまい、おー、アクセルキムを対峙できるか。2ラウンド目しっかりガード、しっかりガード、あーこれ辛いよ、辛い、アクセルとしてはやっぱ方角の対処も難しいですからね。なるほど、あっ、ええ、おい、ナイス、削り、おー、うまい、大キック戻りのタッチアップパン、うまい、右フックが入った、これで 1-1。 セルスカイに夢を見せてほしいですね。さあ、まあ肩にはまってしまうとキムは非常に強いキャラクター、攻略できるか。さあ飛んで上からトルネードを返していく、飛んでた、削り、安定の高い、あー踏まれちゃった。さあ1-1から3ラウンド目、空振りと実は、おっ、おー至近距離から踏みつけ、トルネードアッパー見てから踏まれちゃいますね。なるほど、なるほど、ハゲさんがヒット返し、あー手堅いキム、こんな、あーあー、こ
からピオリまで行けないないか、神くらいだった。あ、惜しい。作戦は非常に良かったが返されてしまう。さあ、あ、返した。さあ、ぶっ飛ばし。あー、残念。やるっきゃないとチーム勝利、お見事。ほんじゃ手前でガロボーフワクチーム対 K 赤間チームお願いします。はい、じゃあガロボーフワクチーム対 K 赤間さんチームお願いします。フワクさん先に出ますか。じゃあフワクさん 1P 側、2P 側赤間さん。これフワクさんが2人抜いてガロボさんが映らないパターンというのは激アツなんです。熱いです、激アツですね。それカモンベイビー。審査無勢のフワクさんが 1P 側、はい、2P が J ゲームの店員さん赤間さんですね。もうあの今ほら景品問題いろいろニュースで騒がれてるじゃないですか。もうありますよ。もう赤間さんワンチャン捕まってましたからね。危ないところでしたよね。もうだからあれ見て、ああ そんなもんかと思って、あるあるみたいな。もっと息のいいゲースにあったんだけどな。あったんだけどな。どうせやったら通報しとけばよかったから違う。冗談ですよ。さあフワクさんワンピー、ツービーが赤間さんでございます。ああしばらい、このタッグキックは非常に小気味いい動き。立ち小キックが強そうなイメージあるね。そうです ね、 ね。あ、投げた。逆にあれぐらいしかちょっと対抗できないとこもあって。なるほど、近づかれると本当に面倒くさいですね。もう下がっと力。あ、ここ惜しい。赤間さんがまず一歩選手。まあ、基本的にこのダックがどう近づくかでそれをどうかわすかみたいな組み合わせになるんですけど。なるほど、まとわりつきたいダックキングに対して砲台を置いておきたいグラウザーですね。この後、お前レッドバザー、ラビングユー刺さる画面端、うまっ。さあまだ赤間さんのターンが終わらない。あ、一気に赤い。お前これ立ち火。さあショーパンスライディング。さあ体力リードは赤間さん。なんか狙ってるのかこれ。技が差し込まれる。遠距離タイパン、ダーキック、ダーキック、ブレイクソム。これで赤間さんでしょう。じゃあガロボー今日誕生日おめでとうございます。ガロボー40歳、ハッピーバースデーガロボー。スーパーワンピー側へ。赤間さん、ガロボーさん誕生日だからこれプレゼントあげないと。そうですね、あのガロボーの誕生日プレゼント、あの皆さん募集してますんでね、なんかあげてください。カモンベイビー。さあ、いつものアンディ・ボガードを使うガロボー、40歳となりました。これから厄年控えてますからね、ガロボー。いろんな困難に負けずに頑張ってほしいと思います。さあ、お前安定のハウスですね、まずはね。ハウス、まずは左に。お前、赤間さんこれ抜いちゃうのか。いやいやいや、体力リード。赤間から、ここから、ここから残影拳、残影拳、残影拳、異常拳、異常拳、逃げる、バックステップ。大栄拳、さあ体力がまくられる。削りに行った空破弾一本選手からも。あれ奥終わった、向こう勝ち、奥終わった。じゃあちょっと待っててね。さあ2ラウンド目、落とせない赤間選手。ジャックパンチ、大パン返して、大残影ダメージ追い込んでの残影拳。さあ一旦離れる。奥でやるっきゃないとチキンチームと俺周平チームでお願いします。やるっきゃないとチームとアキラチーム、じゃあお願いします。さあ残影拳に対して技をばらまいておいた赤間選手。しかしここは残影拳が刺さる。こかしてバックステー、沖攻め嫌がるガルボー。ああ当たっちゃった。垂直ジャンプ、ショーパンチ、ガロボー勝利。じゃあ赤間チーム大将 K お願いします。 K さん、ガロボーさん誕生日だから弱パン40発入れといて。誕生日だからって甘やかす必要ないですからね。そうそうそう、投げんじゃねえぞと。どんどん殺してください。どんな煽りだよお前らそれ。英語の方ね、英語の方で、日本語じゃない方。
ボムさんが大好きです。さあ、ケーテリー、飛び道具の打ち合い。垂直ジャンプデブ。試合、周平君が2人出てくるあ、俺実況やってていいかみたいな。フラッグシュート。さあ、ハウスに行ったと思わせたか。あ、いい対空、いい対空。いい対空。うまい。ジャックインは非常に対空として機能するんですね。なるほど。さあ、ケーテリー、体力リード。フラッグ、うまくせえ。さあ、大栄拳、大きい攻め、ナイスガード。ガロボーのターンが長い。そして飛翔拳。これで、このタイミングを見計らっている。あ、どっち、バグセップ、バグセップ、ゲーサンダー。この倒れ方、バーガーハーピー追ってた。鏡大パンチ。結構あの残影刺さってる時も K さんがあの遠距離弱キックで残影止めようとしたんですけど、出がかりに当たっちゃってましたね。あー、なるほどね、惜しいですね。置いとく感じでやんないと難しいんで、そこはガロボさんがうまかった。さあ、40歳になったガロボ、ストリートファイター合コンが今年あるのかどうか期待したいと思います。じゃあ、マリキック。あ、ダッパーナクル。下げ攻撃、お互いガード。当たっちゃった。三栄拳は本当に強いな。あの移動に使える技ですよね。そうですね、非常に強い、システム上強い技。さあ、ズゴック投げからの置き攻め。あー、裏だーって寄ってる、しこってるところ。あー、お前それ無理するからおめでとう、ガロボーさん。あいつ無理するからな。ガロボーさん、あのコンボほとんどできないですからね。ゼロジロー君に教えてもらってください。じゃあ次、トラ4126対ボンハローチーム、お願いします。はい、じゃあボンさんハローチーム対トラ4126チーム、お願いします。弱残影で妥協しとけばよかったな。それはそれでかっこ悪いんですけど。お、いったー、うわーと思って保険張ってやがったみたいなね。これはいいですね。ベアタンチーム対キムキムチームですね。いいですね。おお。あ、そっか、ボンさんもキムなのか。そうです、ダブルキム。ダブルキムやばいね。キムに勝ってもキムが出てくる。キムが出てきますからね。さあ、最初にトラさんか。え、トラさんタンなのと思っちゃった今。ビッグベアとタンのチームっていうのは胸厚ですね。厚いですね、これは。確かに、まあでもね、操っている人が強いんで。ね、そうなんですよ。全然ありえますよ、これ。ベアボンバー押し込む、トラさん。おほほほ、強い。ビッグベアを使わせたら多分宇宙で5本の海に入りますからね、トラさんで。さあ、うめえな。常に仕込んである。さあ、起き上がり、ここはドロップキック。いや、まあ、この端が怖いですね。端が怖い。さあ、砲脚出していく。ハローキムですね。ああ、当たった、あるよ。ああ、死んだ、減ったな、おい。今のはバックステハッピーバースデー、トラさんをミスった感じですかね。ハッピーバースデーじゃねえよ。ハッピーバースデー、娘がハッピーバースデー、トラさん。え、マジ、トラさん、娘の、え、今日娘誕生日、お前娘の誕生日を放棄してなんでゲームやってんだよっていう。え、娘ガラボさんと一緒なの誕生日。あ、ガロボーとは娘が誕生日が一緒。あ、周平君負けた。アキラが出ます。さあ、ベアボンバー、ベアボンバー、止まらないよ、ベアボンバー。ハロクありますよ、大丈夫ですよ、ありますよ。あー、吸ったよ。うまいですね。11。ハッピーバースデー。トラさんの娘はいくつですか今。8歳。小さいじゃないか、まだ。確かに。あ、じゃあ、あれですね、誕生日プレゼント今日買って帰らないとダメですね。選んでたらこんな時間になっちゃったよっつって。どうするかな、その言い訳。分かんないけど、ごめんねっつって。選んでたんだよっつって、スイッチかなっつって。あっ、おっ、これはトラさん負けど、これ、ハローさんあるんじゃないですか、これあるよ、これ。あった、アタックル、ね、いや、まだいける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 。あー、ドロピック、ドロップキック、ナイスガード。あ、あるよ。あー、残念。ある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 、まだいける、まだいける。あと、あー、それはまずい。あー、燃やしたー、トラ勝利。じゃあ、ボンさんお願いします。あのブレスが本当判定強いっすよ。伊達に娘の誕生日スルーしてないですからね、ボン。あ
さあ、ある意味恐ろしいですね、本当。じゃあ、ボンサンキム 2P 側へ。あの、言い訳いいんで、別に別に言い訳、それ聞いてもその情報いらねえし、みたいなあれ、キャラ替えは？キャラ間違えてねえか？ごめんね、動揺してますね。動揺隠せないトラさんですね。動揺ですか、まあ、ちょっとわかりますけどね8歳ぐらいのうちは一番可愛いですよ。だんだん誕生日プレゼントの要求がゲーミングパソコンとか高くなってきますからねちょっとそれは恐ろしいですね。大人になると20万回多いみたいなささあ、トラさん対ボンさん、これボンさん十分ありますからね。ハローさんもや、あのもうちょっと勝てましたから。え、アキラたち勝ったの？どうにか。ああ、そうですか。それでチキンがやっぱり一匹キムが減ったな。さすがの僕もあれですね、 X6 万8000欲しいって言ったら認可がおりませんから、ね、認可がおりやがった、はい、X6 万8000が欲しいそれは贅沢だな。ガロボーさんってずっと釣りたいんだよね。じゃあ秋月京カブチームと天神ソリガスチーム奥で削って。あ、すいません、本当にもう、あ、いいよ、あるよ、あるよ、あるよ削れば勝てるよ。どうなの、他の日は自重しますので、俺もあっ、ドロップキック惜しいな、ポンさん。あのこっそり最弱のやつを貯めてるんですよね、一番低いレベルのやつ。なるほど、あれがね、あの手がかり無敵もあるし、ガードさせても隙ないし、強いんですよ。こっそり貯めてるトラベアキックとなっております。おー、ドキック、あー、いいよ。あ、これですね。さあ、タックル、おー、いいよ、足払い、いやおお、ナイスガード、よく今のめくりガードした。さあ、置き攻め、タックル、当たっちゃった。よいよ、サマー、あー、起き上がりにフェアボンバー、またガムガム、あー、ドロップキック、しゃがみ大パン勝利トラ。まだまだ子供の誕生日にはいけないトラさんとなっております。あ、そうか、誕生日と何やってんすかって話になるよね、やっぱりえ、じゃあとりあえずガロボー不枠隊リマスパイ、はいっす、はい、リマさんスパイチーム、ガロボーさんと試合です。キムキムチームですか。何をやってんすか、トラさん。またセーラージュピターのグッズ捨てられますよいやー、ガロボーさんの誕生日と娘さんの誕生日一緒だったなんて全然知らなかった。スパイさん、まあ、でもね、8歳ぐらいだったらね、十分騙せますからね。お父さんに今選んできてて、あ、時間かかっちゃったんだってそうそうそう、誕生日プレゼントっつって、はい、ワンピー側がね、スパイキム、そしてフワックのクラウザー、スパイリマもキムキムですね、これうっとうしいですね、キムキムなチームです、これキム倒してもキムが出てくるやつですねライン移動、ライン移動そう、うまい対空、危ない、危なかった、ガード、クラウザーとキムもな、戦いづらそうだな、クラウザーが。さあ、返すレッグトマホーク、追っかけるけど逃げるキム、うまい、レッグトマホーク、危ない、あっ、ロケック返していく、立ち火、ナイス投げ、お、リードしたよ、フワクさん、ありますよ、ありますよ、ローキック、ローキック、あー、足払い、投げに来た、お、ぴったり死んだ、スパイキム一本選手、パチージャックキックが、クラザが結構機能する組み合わせであるんですけど、なるほど、そればっかり振ってると下台キックが怖いですね、向こうは、ね、あ、ちょうどこう判定的に当たる感じだもんね、あれね、そうなってしまうという、まあ、定期的にそういう場面が何度か見られます、ね、そうですね、まあ、使いどころはやはりワンパターンになってしまうとキムに刺されこる、はい、うまい、これですね。さあ、起き上がり、この後投げに行ったがクラウザー、なんとか耐える、めくりガード大パンチ、はい、です、あー、それは危ない、受けるそう、耐えるリード、フルアップ、
あーこれはまだでも赤くあー痛いですね。いやー分かった。2段大ポン来いっしょ。まだ分かんない、まだ分かんない、あるよ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 。いやーこれは昇格ガード、じっくりいきましょう、じっくり。あと一発お互いが、あーちょっとまぶられたか、一発圏内からスパイが勝利。じゃあガロボさんお願いします。いやでもいい感じでしたね今クラウザー。あーいい立ち回りでしたよフワクさん、さすが。あーガロボー出てくる、キム2連戦になりますねこれで。ガロボーは誕生日ということでね、皆さんあの誕生日にガロボーに何か送ってあげてください。あのつまんないもんでいいですからね、あの折り紙1枚、折り紙1枚とかね、本当にやりますからねあいつね。投げる当て投げに来られて当て投げ返しましたね今ね当て投げ返しいやダメ端ハウスに見たと思わせてジャンプショーキックからの投げ、残影拳、残影拳、しっかり体力を削っていくガロボー。本日40になりましたガロボー。さあここはバックステップ避ける、残影拳で追っかけるガラン移動、スパイキム後がない1ラウンド目。ああうまい、よく見てる、垂直ジャンプに立ち上げキック、ガロボー一歩接種。やっぱあのガロボーさん今のラウンドとか当て投げ何回か使ってましたけども、はい、やっぱあの40歳ということでプロレスなんかでも年取るとグーパンチ解禁みたいなのあるじゃないですか40でやっぱ当て投げ解禁みたいなのがあるんですね。当て投げ解禁みたいなね。そのうちライン移動も解禁するから、ね、そうそうそう、50だったらライン移動も解禁しますあーこれはナイスガード。さあ2ラウンド目スパイがリード。さあライン移動どうする、ガロボーハウスから追いかけるが、オートガード飛んできたところ吹っ飛ばしキャンセル大惨劇。まあ、ラインの攻防非常にキム強いので、そうですね、ちょっとかわしていきたいところですね。さあここは一旦空気を変え向こう側のラインへ対空で落としていく残影拳2連発、ラインも惜しかったな。さあおうまい対空立ち上げいく。さあガロボー体力リード、このまま勝てるか、大三栄刺さってガロボー勝利。じゃあ2人目スパイチーム誰だっけ、リマさんですね、リマさんお願いします。再びキングアンリ、そうですね、まあ、なかなかね誕生日になってももうこの年だとプレゼントもらえる人いないでか、くれる人いないですからね。これがしくん昔親父にねあの60分の1のガンダムを、誕生日にもらって嬉しかったですけどね、大人になってみたらねこんなになんか恩着せがましいこと言うんですよ、勉強すんだぞみたいなあげたからはいみたいな感じで、はいはいはい、もうね、大人になってあれ2000円ぐらいでさ、こんなの楽勝じゃねえか毎日買ってやれよと思いますけどね恩着せがましいこと2000円で言いやがって、大客今出なかった。ガロボーさんワンチャン今やられてましたね、やられてましたね今ね。あ、うまい今さ、ああ証券これで一歩接種、ガロボー、まあ、ガロボーさんまだね、あのバースデーザコシの可能性は残ってますバースデーザコシハッピーバースデーザコシ。おお、証券返していく、ね、北方の使い手、アンディーボーマン東中の出身かもしれませんね。あ、そうです東中ではあの骨董屋さんしかないです。骨董屋さんと横山坊しかないですか、ね、同じ骨董一つはいよっ同じ骨董つまりで骨董切らしてんだよ骨董屋なのに、骨董屋なのに何言ってんだよ堀部師範から教わったと思うと笑えますね残影拳。さあ残影拳このリード守りたいが3段刺さって起き上がり、あーぶっ飛ばしいよ
追っかけて置き攻め回避する、飛んでたけど吹っ飛ばし、難易度うわらん、まで、あー惜しいな、ないな、今まあ完全に離しましたね。危ない危ない、あいいよさん、ハッピーバースデーザコシあるよこれ、あーバダしたガッタロワガロボウ、だいぶ死にかけてましたね、だいぶ今死にかけてました。ベスト4ということでここから一大進行でいきましょう、はい、トラ4126チーム対、俺ですねアキラ周平チーム、じゃあじゃんけんしてワンピツーピーステージ決めてください、頑張って頑張って、これが準決勝第1試合です。で準決勝第2試合は天神それがしチーム対ガロボー不惑さんチームとなっています。なんだかんだやっぱガロスペースで混ざってるチームは強いですね。そうですね、そういう意味ではアキラ周平チームはかなり優勝株となるかなと、はい、ガロボーが敗れるかどうか注目してほしいところですけど、やっぱそうですね、トナさんのベアに苦手意識を持っている人は結構多いみたいですね。ガロボーさんもな、ガロボーさんも、まあね、さあ 1P 側が4イちゃん、 2P 側が周平のダク、まあトナさんのベアはね本当もうトナさんなんだね本当にねベアというより今日は子供の誕生日を捨てて参戦してますからね。あもう負けるわけにはいかない戦いですよ、負けるわけにはいかないと。あと怪しい精神的に折れるなら来るなっていう話なんですけどね。まあさあスラでこかして置き攻め、タンクールの可能性を見せれるか。4126、これが相当ダンクが辛い組み合わせなんですね。そうだね、まあ、リアルで8人あるんじゃねえかぐらいの勢いが、あー投げる、いい投げ、可能性もあるよ、差し合い上手いですね。大ローリング足払いで返して勝破削っていく、ダメージソースをしっかり、与えていくと、うまい距離感重要、立ってるから勝破、うまい止めた、サーダン削り回避するがバーナクル日本選手4126、やっぱダック側としてはあの立ち B が辛いですよね。今最後周平君なんか反応したように見えましたけどちょっと漏れちゃいました、ちょっと漏れた感じですかね。まあでも周平君もその辛い組み合わせの中かなり立ち回りで頑張ってるような感じしますけどね。大のヘッドスピンでうまいことリズム作りたいんですけど、はいはい、もしこれをちゃんと見られたり読まれたりするとあのように返されてしまうとやられちゃいます、即死の可能性もある。なるほど、ね、さあこかして、そうタングルー弱いとは言ってますけどちゃんと即死があります、連続技あることあるんでね、ありますし、この組み合わせに関してはキム使うよりもよっぽどダック殺しやすい。なるほど、おっと高橋よそら近い、投げ起き上がり5枚、あー大ローリング、あのしゃがみに対して今差し返してしゃがみくらいになったんですけど、そうするとのけ取りが立ちより長くなるんですよ、はいはいはい、なので普段つながらないのもつながるっていうのが今、ああなるほど、はい、なんか熱い差し合いですね。さあ3ラウンド目カンフールーか周平だっ、あーそれはまずい、そうですね、寄らなかっただけまだ良かったって、もうちょっとだけめり込んでるとやばい、あーなるほど。さあ大の勝破あれも結構減るな、減ります、大勝破かなり減りますね、あれの削りが割とダンのメインダメージ操作だったりするから、なるほどね。さあ投げていく、思い切りがいい攻め、投げていく、お強引に通す、飛んだ裏、今のも危なかった、危ない、ここで無理はしない、怪しい、こかして勝破、嫌がる周平、体力リードは周平ダック、このリード守りたい、当たった、体力逆転ガード、大足昇華、まだ分からない、これはうわ誘った、梅削って、まだ分からない、まだ分からないよ、起き上がり固めが投げられる、残りゼロドットから残り5秒、駒投げを駒投げで返すといいですね、時間がつい、あー投げてた、やったのは4116、じゃあアキラお願いします。あこの辺の勘はさすが4イチャといったところが、4126さんはもともとねザンサム勢ですけれども、タンフールで何かに目覚めた感じがしますね。やっぱ勘が鋭いですね、はい、はい、さあ 1P 側、あじゃあ 2P 側がアキラくんですね。今年の世界大会で活躍を期待させ、されているアキラくんと、今年の世界大会こそは当たりたいですねそうですね、はい、まあ、こっそり死んでますからねアキラはね
まあガロボーが取ったら熱いですね。いやもう取りたいですね、新サムに続いて2冠になるということでね、誕生日、ガロボー40歳その節目に世界大会取れるかどうか。さあこの飛び越しはさすがにカンフルが超強い気がするだけど、うん、ここはアキラ君、おーよく飛んでた。さあまとわりつきたいな、アキお昼ビリー。さあ節コン決めていく。そうだね、これは素人目にもタンフルきつそうに見えるね。さあ起き上がり、しっかり削るってないんで、なるほど。さあアキラ一歩選手、さあビリーカーン相手に何か光明を見出すことができるか。タンフール、そしてライン移動がないステージとなっております。あーいや4人からこう一発を通したい感じではありますか。そうだね、さすがにアキラ君ならそれを通してくる。何かを狙っていった。一応そうですね、タッチ B で3節コンは帰るんですけど、なるほど、タイミングが合わない感じ。タイミングがちょっと合わない。そうですね、アキラが読ませない。ああ投げた、コマ投げからの逆転ののろし上げられるか。しかし体力は一発圏内、ちょっと離れちゃいましたね。うわうまい、置いてあったタッチしゃがみし、ここはさあ差し合い様子を見ていく両者。近づいてくるジャンプする、バックステップ技を当てて足払いです。足払い、アキラ勝利。さあじゃあトラさんお願いします。さあこれまたガロステ名勝負数え歌、トラベア対アキラビリトラベアさんのあのですね、ベアはまあトラさんが使うと戦闘力が上がるんでね、十分ビリー相手にも戦えるんではないかと思われますが、ああなるほどね、早く返してやんねえと、早く返してやらないとダメですねさあ起き上がりレディゴ、いや足払いで返してくる、飛んでた、あーでもね、レアハグ、レアハグ食らっちゃう、まだ帰りたくないほら殴り合いが続きます、ね、あ、うまいうまい、ふっとばし追いかける、避け攻撃、立ち上と交差する、チョジャンプ、足払い、一旦離れて様子見る。さあどうなるこの2人の1ラウンド目。さあ体力リードはアキラ、ビリー飛んでた、さすがに離れるよ、ナイスカード、ビリーなんでベアとしては近づきたい。そうですね、火炎旋風砲削り、まずアキラが一本選手、今日ついて削りましたね。ね、あまさに名勝負ですね。赤くなってからやっぱりビリーはまた戦闘力が上がりますね、あの技が出るんでね。確かに確かに、まあそれをねアキラ君は使いこなすという意味で、そうですね、自由自在に昨今のゲームと違って技が簡単に出るゲームではないので。そうなんですよ、本当にちょっとドッキックあれを使いこなすのは難しいと。難しいですね。おお前通った、飛び2だ。さあ近距離戦、投げに行く、ネックハンキング3、ここはダメ端だが、おっ無理やり押し返しました、ね、押し返したね。さあ状況リセットできるか、アキさん、ここはダイパンタックル、状況リセット、うめえ。さあここはペアは小技は出たいがさせてくれないと。そうですね、さあこのリード守りたいトラベア、ね、ファイヤーバックステー、まあお互い相手を知り尽くしている、カードだとは思うんですが、おー怖いでした、届かなかった。さあどうなる、ファイヤー削り、レディゴー返して、アキラ勝利、お見事。これはアキラ君冷静でしたね。いやー最後の最後まで分かりませんでしたね、はい、じゃあガロボー不惑チーム対天神それがしチームお願いします。超強いのにいやーいい試合でした。これでトラさんね、帰って子供に、トラさん帰ってください、友達、あれですね、誕生日プレゼントあげられますね。やっぱあのお父さんが一番の誕生日プレゼントということでねおいもう必死だったよ、もうはい、ワンピーフワクさんで、ツーピーが、あ、天神来ましたね。はい、ワンピーがフワク、ツビは天神ダック天神ダックもね、天神キムだった、あキムだ天神、天神はダックでね、去年の世界大会ベスト16ということで、今回より上を狙って、より上を狙ってキム
それは完全に情報操作の世界でさあレッグトマホーク、さあ今日はフワクさんはクラウザーということでね、はい、まあ新サム勢のフワクさんですけどガンマチしてますね。このキムは新しいですよ。新しいですよ。さあボディーブローが入る、飛んでた、ローキックで行う、上見つけ、体力リード、天神キム、煽っていく、煽っていく、天神すぐさまとするんですよ。あー踏まれた、削れた、ないですよ、ない。天神すぐそういうこと。まあでも天神にしてはあんまりライン使わないでいきましたね今ね。天神にクリーンファイト一番似合わないわ。さあジャンプいくから、ジャック1ジャック半決さ削っていく、あいいですね。なんかこの間ツイッターで見ましたけど、なんかガロボーさんと話をして、やっぱりラインを使うべきだって話をしたって話なんで、マジですか、ガロボーさんと天神でそういう秘密会議をしたって。秘密会議、これからはラインだよ、ラインだよ、アキラ君、アキラ君。おっとサバジャックジャック対半決さん、レッグトマークが刺さる、そうあるよ、あるあるあるよ、これからはラインだよ、アキラ君。あー、大逆刺さっちゃった、天神勝利。じゃあガロボー出てこい。まあ、ガロボーさんまさか天神に遅れを取ることはないと思うんですけども。確かに、まあ、キムですからね。でもワンチャン、これでキムが天神さんだけになりましたかね。あーそうっすね、もう片側はビリーダックなんで、はい、そうですね。さあ準決勝第2試合、ガロボーを引きずり出したぞ天神キム。それがし君が待ってますからね。そうですね、今名古屋打ちを練習しているそれがし君と言います。義務教育って言ってたのになんで練習してるんだ。忘れちゃうんですかね。忘れちゃうんですかね。名古屋の人はみんな名古屋打ちできますから、インベーダー渡せやみんなすぐやってくれます。あーと連続技、残影剣が返す、近寄ってラインと思わせて青し、バックステイハウスに戻るガロボ、わあタッチライキ、怪しいですね今の。怪しいですね、あれ弱ですよね、あれ弱で安定しましたね、逃げましたねあいつ。まあ、でも今そもそも対空っぽく出したと思うんですけど、地上くらいをちゃんと認識して出しましたね。それ変えましたね、そこはうまい、ね、ちゃんと見てんだよガロボーとあるそういうところ。ガロボーと会ってから20周年ということは、そうですね、アキラ君がね、はい、もうガロボーはじゃあ当時20歳だったということなんですね。そうです、単純な計算ですけど。さあそんなガロボー40歳、いいことあるといいね。連続技が刺さる、もう一度三重剣、うまい、あ返した。さあハウスに一回戻って、翔剣裏相打ち、このリード守りたい、あー勝利だ、うわー返した、いいよ、1-1、見えてる、グーハダン頼ってますね。ちょっと今あの天神舐めてましたね。天神舐めてましたね。天神だったら飛んだろうみたいな、当たるかなってだいぶぶっ放しましたよね今完全に。また、あ、ヒエンザンはなさそうだなと思って出したっぽいのがまた若干嫌です。嫌です。そこは確認してたっぽかったんですよ、ね、残影剣、早い技、さあガロボペースで体力半分リード、あーまずい、あーまずい、うまい、サバ、あーあるよあるよ、砲脚から残影剣、ガロボ勝利、決勝進出おめでとう。砲脚最後2回ミスったでしょ天井、まだだ、それがし君がいたんだ、ごめんなさい、それがし君忘れてました。それがし君あるよ、それがし君、じゃあハッピーバースデーのお祝いにやっつけちゃってください。年の数だけ弱パン刻んでください。はい、40発刻めねえな。インベーダー40周年なんでね、40発決めてください。さあそれがし君はもちろんギース。それがし君のギースに憧れてギースを始めた人が苦労してますね、ギースに。ないですね。あれあんな風に使えないぞみたいな。あそうでもないんじゃんみたいな。強そうに見える、それがし君のギース。いや、本人上手いですよ、もちろん。さあ、ガロボーとのライバル対決ですよ。うめっ、疾風剣返してくる、疾風剣の仕方非常に上手い。さあ、体を入れ替える両者。
あーこれ誘ってますね、しっかり。まあ、うまい、まあ、疾風拳の打ちどころが非常にね、やっぱそれがしてうまい。さあ様子を見ていく、どちらが動くんだ。ダロボーアンディ、そしてそれがシティース、うまい。あーここ対空でヒット、はい、狙っていた。あっとガードできなかったか、当たっちゃうと一気にヒントは崩れる。残影拳、残影拳、いやー厳しいな。ああ酒、置いてあった酒攻撃、これで一歩選手ガルボじゃあ随所にね、あのギースがのアンディ対策今散らしてたんですけど、アンディ側が一切付き合わなかったです、ね、付き合ってくれませんでした。体力リードしてるからいかねえよみたいなやっぱその辺のね、ガルボのクレバーなところがね。そうですね、まあ、40歳なんで当てない大金ですよ。そうですさあ大剣、ありがとうございます。壊し大空大パンチ、うめえ。ライコンマシゲルから大パン、あーもらしい、お誕生日おめでとう。おいおいおい、なんでやねー、完全に誕生日プレゼントあげましたね、あいつ。やったな、ガルボ、おめでとうございます。おめでとうございます、ガボさんおめでとう誕生日プレゼント、誕生日今完全にクロノスチェンジでしたよね。っえってそれがしくんが攻めていたのに勝ってるのがガロボー、おかしいですおかしいですね。まあアンディはああいうこともあるキャラなんで、うるせえ何を言ってるねじゃあ決勝戦ですね、はいはいはい、アキラ周平チーム対ガロボー不惑チーム、じゃあお願いします。犬ポリ杯、ガロデゼスペシャルランダム 2on2 大会決勝戦始めたいと思います。はい、不惑対周平。周平君いいよ、やっちゃっていいよ、いいよ、俺いいよ、俺見てるからやっちゃっていいからなあなあなあって残影剣に合わせちゃってなあなあなあってピヨるから大ブレイクストーム当てて、大ブレイクストーム。さあ不惑さんのクラウザー、周平くんのダックキングとなっております。うまい、スライディングから固めていく、ダックキングで固める、うまっ。あれくぐれるのね、おーっと、あーっと飛びが通ってラビングユー、させた。大ローリング、大パンチで返していく不惑、ジャンプ大パン、ここはしっかりガードが間に合う。あっ、あーうまい、誘いましたね今、いろいろあった。そう、タイガーネクトマン奥削って飛んでた、ガードショーキックで返していく不惑、いい勝負。あうまい、あー手がかりをすら周平一本選手、結構あの周平君がバッテンディンからのブレイクスパイルを狙ってたんですけど、クラザーマンが技出すとちょっと判定が後ろに引いちゃうんです、ね、なるほど、それで決まんないという、はい、って感じでした今のは。さあ2ラウンド目、おお、ローリングを返していくが投げ、さあ体を入れ替えるが昇竜抜けていく、おっと燃やした、いいよ。さあ飛びからの固め、あーうまい、お便所ベイベー。あ、置き攻め決めるか、返す、レクトマン奥で削るか、着足入って周辺処理。今もね、最後ブレイクスパイル確定だったんで、相手のジャックキックで、ジャックキックでメイスはもうレバーの音しなかったもん今、ペッて。じゃあガロボー選手出てきてください、お願いします。ランダム 2on2 決勝戦、シエ君いいよ、なあなあなあってやっちゃっていいから、うわーっていいことになった。ザエ吸えないね、ザエ剣吸えないの、何やられ判定がないさ。あーそうなんだ、じゃあダンプリだ。さあガロボー、まずは飛翔剣、ザエ剣、ザエ剣、飛翔剣、飛翔剣、あーっと踏んじゃった。さあガロボーリード、第1ラウンド、スラで近寄って飛んでるか、あー対空からの連続技、さあ通常技を回復する。
スライディング、ダイヤシトス、相打ち。さあ、一発圏内になってしまった周平ダック。バックステップ。うまい、ここから、ここからあるよ、あるよ。残影剣で削る。まだ生きてる周平。おお、やーれー、今いい前だった。あるよ、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 あるよ。もう一回いけるよ。おめでとう。ハッピーバースデー。それくんいいよ、やっちゃっていいよ。ハッピーバースデーブレイクスパイラル2連発、うまい。ガロボーが折れてますよ、折れてますよ。ガロボーが折れてますよ。スライダーがスライダー明らかに。あるのか、あるのか、ガロボー先攻撃をガードした後、なーなーなーチャンスだからね。飛んで、あ、うまい、おい、攻め。さあ、固めるか、ジャックパン振って返していく。この後、あ、うまい、ダイローリング。いける、いける。あるよ、あるよ。あ、手出してくるからそこ取る。いい感じのヘリじゃないですか。返していく、ガロボ。息を取りたかった。こかして、あるよ、あるよ。あー、まだいける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 。あー、いや、かなりね、困ってるから、うん、今もガロボ今、辛そうだもん。あの、弱パン擦ってっから。連携開けると射強パン擦るから、そこを捉える。人攻略される。さあ、大ローリング、やばい、まずハウスあるよ、ハウス。ガロボハウスだ、そこは。まずい。あ、返す。いやー、この二人もいい勝負ですね。あーと乗ってた。まだ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 。ガードして、返して。ローリングうまい。さあ、ジャック、ジャック刻んで。おー、返した。ジャックパン、そこは。うまい、ジャックパン、ジャックいく。ジャックパン、ローリング。落ちていこう、落ちていこう、落ちていこう、じっくりいく。あー、残影剣が打ってくる。あー、打っちゃった。ジャック君、落ち着いて、まだまだ分かんない。まだいける、まだいける。あー、さあ、アキラを引きずり出した。決勝は、アキラ対ガロボ。いやー、ガロボまさかというところがありましたけれども、なんとか周平ダック破って決勝進出。さあ、アキラを引きずり出す。さあ、アキラビリー、ガロボを退治できるか、それともガロボが3日連続ですか、ガロボって優勝しちゃうと、それはまずいんじゃないか。2日連続か、昨日も取って今日も取るか、ガロボ返していく。さあ、まずアキラが攻める、固める。うまい、あー、やっちゃったか、返される。あー、残影剣返す、ハウス飛んでる、返した。おー、立ち絵、アキラが一歩選手。あ、そうですね、ガロボ選手の点数に注目してください。0点です。お前はゼロの人間なのかと、殴られてしまうガルモ。さあ、残影剣飛んだ、お前900点入った。残影剣で落として、もう一度残影剣。このラウンドは、ガルモがリード。さあ、このリード守りたい。いい感じの残影剣、先攻撃、うわだ、返す。酒条件削って、1-1。いやー、見応えありましたね。火炎旋風今度上からまくるような空波だ。これで1-1。さあ、泣いてもらっても最後3ラウンド目、明らかガロボーか、飛んでた。ここはガード固める、ガロボー三重県ガードして3節コン返していく、明らか。おお、飛んでる。残影剣、ここは落とせない。さあ、ハウスからの脱出はあるのか、もう。おお、うまい。残影剣対策バッチリ、アキラ。さあ、飛び、削り。さあ、ガロボ苦しい守りの展開。ターンはもう回ってくるのか。誕生日だぞ、ガロボ。残影剣からの投げられてた、バレてた。さあ、
同時打ち勝ったのはアキラ、優勝おめでとう。優勝はアキラ周平チーム。準優勝おめでとう。じゃあ勝っちゃった、勝っちゃいましたね、すいません。なんか放送席、放送席ヒーローインタビュー。じゃあガロボさん真ん中で。ガロボお前では周平くだろ、挟んでカメラ周平くんじゃなくてガロボさん持ってる。はい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 、はい、じゃあ優勝したアキラと周平くんです。どうもありがとうございます。ガロボさん誕生日おめでとうございます。なんでお前がいるんだよって感じです。敗北をプレゼントされたガロボです。おめでとうございます。はい、どうですかアキラくん、今日の試合を振り返って。いやーまあ面白いですねやっぱりね。そ、はい、うですか。はい、じゃあこっそりね、年明けのなんか正月早々やったやつと、はい、感謝祭で負けてて、ああ地味に悔しかったので今日ちょっと勝ちたかったんです。なるほどね。今日は花を持たすことなく、そうですね、もう全くないです、ね、カップ泣きなわけで全くないですね。周平君はどうでした今日ガロボー選手。まあ、久々にガロボーさんとガロスペやったんですけど、だいぶ今日は追い詰められたかなと。ほとんどの試合でも勝ったことないんですけど。まあそうですね、結構やっぱグッピーさんとかね、ああいううまいダックの差し合いを参考にしてるのかなって感じはしましたね。なるほど、はい、じゃあガロボーが苦手なダックキングに仕上がってる感じです。確かに確かに。周平君のダックキングはね。負けてるのに上からでしたね今随分で。いいですね、わかりました。じゃあガロボー、じゃあこの大会、まあ、残念ながら準優勝でしたけど、はい、誕生日ということで締めてください、お願いします。はい、皆さんこれからも40歳になった私を応援してください。おめでとう、ありがとうございました。はい、じゃあアキラ周平チーム優勝おめでとう、みんな拍手。ガロボー誕生日おめでとう。1月平日犬ポリ杯やってます。基本はランダム 2on2 の大会となっておりますので、どうか、たくさん参加していただければなと。ちなみにですね、明日の種目はストリートスーパーストリートファイター 2X ですね、はい、X の大会明日 2on2 ランダム 2on2 でありますのでね、よかったら明日も、参加の方よろしくお願いいたします。本日は多数のご参加誠にありがとうございました。じゃあガロスペランダム 2on2 大会以上終了、ありがとうございました。ありがとうございました。